どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。今日は後ろにね、バッファローベルと、バッファローブルがいるということで、こちらのチームの商品となります。今回開封いたします、ベースボールカードはこちらです。BBM オリックスバファローズベースボールカード2024です。こちら開封していきます。さあ、BBM のチームリミね、最近たくさん開けてますが、今回はオリックス。誇りを胸に、そうですね、4年連続 V ということで、現在3連覇中、令和の強豪チームとなっているオリックスですが、オリックスは、球団がね、結構公式で面白いプロモーションを毎年してますので、それを用いたね、ユニークなカードもたくさん入っています。まあ、去年もね、バファローズ山脈とか、吹田の主婦、芦屋のまだまだありましたけれども、まあ、そんな感じのものが今年も出てくれるでしょう。楽しみに開けていきましょう。直筆サインですが、今回は去年からまたちょっと減っちゃったんですよね。12箱のうち8か9かって感じです。多分ですけど、今回このメモラビリア、ジャージカード出るんですが、これとサインを合わせてカートン9っていう感じですかね。まあ、せっかくなのでね、山下俊平太選手とか、森友哉選手とか、まあ主力もそうですし、ルーキーも、すでに活躍しているルーキーもたくさんおります。当てていきたいところです。それでは、オリックスの BBM チームリミです。開けていきましょう。まああとね、宮城選手、紅林選手、太田亮選手、宗選手、中川圭太選手は、なんか、改めてやっぱり欲しいところ多いですね、オリックス。はい、パカッと開けると、18パック、1パックは7枚入りです。やっていきます。パックもかっこいいですね、今回ね。さあ行きましょう。今回最初の、パック最初のカード、こちらの選手から、早速太田亮選手出てくれましたね。ドラフト1位、開花寸前といったところ、素晴らしいバッティング、特に今年に入ってね、見せてくれているような印象です。期待の星ですね。太田選手、そして山下俊平太選手。この人に限らずオリックス今年ちょっとね、怪我とか不調とか、二軍暮らしが長い。なんなら二軍の前島のメンバーやたら豪華みたいな時もありましたけれども、まあこの人はもちろんチームを、日本を背負っていかなきゃいけない。まあ、そんな期待のかかる選手ですね。エースになってほしい。そして小田島清流選手。やばい、最初のパックから喋ることたくさんだな。ルーキーです。そして、新人が開幕から22登板連続無失点22試合。これプロ野球タイ記録だったんですよね。すごいですね。そして、つい先日初失点をしてしまい、その記録は途絶えましたけれども、まあその抑えた時のね、特にピンチを抑えた時の喜び方といい、こうなんか見ていても気持ちのいいリリーフピッチャーという感じがします。これからどんどん人気も出てきそうな期待のピッチャーですね。はい、内藤豊選手。ちょっと故障がちですかね。頑張ってほしいですけどね。カスティーヨ選手。はい、佐野光大選手。すっごい言わせてましたけど、デザインこんな感じです。この神秘的な光の使い方、反射の使い方をしております。はい、そして、フェイバリット5、オリメンランキングナンバーワン、山崎総一郎選手。まあ、これ多分人気投票とか、まあそういったものがあって、まあ神セブン的なことですか。まあ5位までに入った選手、特にこの山崎選手はナンバーワンと、まあ、かっこいいですもんね。はい、そんなカードでした。今日スピーディーに取ろうっていう方針があったんですけど、もうちょっと怪しいですね。はい、どんどんいきます。サブセット、ブリンガー西川龍馬選手、確か新加入選手のサブセットでした。西川選手も、まあ、ちょっとずつ上がってきた感じはありますけどね、もっと大きな期待をかけています。ゴンザレス選手、マーウィン・ゴンザレス。はい。ブリランテ。宮城選手ですね。やっと帰ってきましたね。宮城選手もね。ブリランテ、輝かしくということですね。ディープブリランテのブリランテですね。はい。フェイバリット5、ナンバー4は、廣岡大志選手。廣岡選手もかっこいいですよね。人気ありますよね。はい。義母翔選手。あ、また今度はナンバー5、中川圭太選手。こういうね、球団の企画にフォーカスしたカード、やっぱり面白いですね。大城選手。なんか沖縄パックでしたね、これね。はい。はい、続いて、石川亮選手。おぉ、かっこいい写真ですね、こういったシーンもね。北選手。
楽しみなバッター多いですね、こうやって見るとね。インサートはブルーブラッド、曽谷選手もね、2年目ドラ1ローテーション守りきってほしいですよね。平野義久選手、まあなんというか打たれたり抑えたりという感じですが、ベテランの味は見せてくれているピッチャーですね。本田仁美選手、田島選手、鈴木博士選手、現役ドラフト組、今一軍のねリリーフやってますね。はい。さあ、そして小田裕也選手、こちらもね守備に足にいい外野手ですね。横山楓選手、若月健也選手、扇の要、やはり頼もしいキャッチャーです。山崎颯一郎選手、21番のユニフォームですね。広岡選手のフェイバリット5、村西選手、はい、そして山岡選手、最近実戦復帰、この方も怪我してましたからね。僕なんかその風貌がすごい好きなタイプのピッチャーなんで、頑張ってほしいです。はい。まあ、サインが出ないときはユニフォームだったりトレジャーとかスペランサとかになるんですかね、いつものパターンならね。西川龍馬選手、なるほど、これはトレジャーだな。ちょっと複雑なんですよね。トレジャーはちょっと嬉しいんですよ。トレジャーって去年1回も、そして今年も全く引けてないインサートなので、まあサインが出ないことはちょっと決まっちゃったかな。そこが少し引っかかりますけど、もう一枚、西川龍馬選手、山岡選手、阿部翔太選手、野口智也選手、中川選手。はい。いやー、久しぶりに BBM チーム意味確定じゃない商品サインは外しちゃった感じですね。でもトレジャーちょっと楽しみです。紅林選手、この人も野手陣の顔になってきましたね。守備もまたいいですしね、魅力的な選手です。はい。エスピノーザのブリンガー、エスピノーザ選手も頑張ってますね。防御率1点台ですかね、まだね。はい。野口選手、平野選手、セデーニョ選手、開幕最初はすごい良かったですけどね、セデーニョ選手もね。広岡選手に、ドラフト1、横山誠也選手、楽しみですね。背番号34にね、吉田正尚選手の背中を重ねてる方も多い、期待の横山誠也選手ですね。はい。さあ、どんどん行きましょうか。渡辺晴人選手。はい。こちらもルーキーの河内選手。フェイバリット5の宮城選手、ナンバー2。佐野光大選手。お、いいですね、こういうのね。鬼たちの絆、見やくれということで、宮城選手と紅林選手。高卒5年目仲良しコンビということで。まあ、こうやってね、同期が楽しそうに触れ合ってる、じゃれ合ってるみたいなシーンを楽しんでいるオリックスファンも多いのでありましょう。森友哉選手。森選手のね、不調もちょっと響いてますよね、今年はね。ホームランもまだ2本とかですからね、もっとガンガン飛ばしてほしいと思っております。カスティーヨ選手。はい。女性ファンが多いイメージもありますね、オリックスってね。織姫がね、そんなイメージもあります。福永翔選手。はい。お、斉藤京介選手。2年目19歳、プロ初勝利も挙げました。昨年から本当にずっと期待をかけているピッチャーです。はい、そして、杉本裕太郎選手。なかなかね、率が上がってこないんですよね、一軍でね。まあ、この人打つときチームも乗ってるって感じしますからね。また、焦点ポーズ、どんどん見せてほしいですね。何卒って読むのが定番ネタとして定着してます。何卒のことを。はい、田島大輝選手。横山誠也選手。あ、茶野選手、今年序盤結構2軍にいた印象もありますけど、今また1軍でスタメンで躍動しております。はい。平野義久選手。はい。さあ、他のシリアルも出していきたいところ。西野選手、今年結構安定してる印象ですね。ブリンガーは吉田晃生選手、まあ、すでに投げてもおりますが、またオリックスで一つ飛躍しそうなイメージがあります。ブリランテの山崎颯一郎選手。はい。高島泰斗選手。まあ、こちらも小田島選手と同じく、ルーキーながら即戦力で奮闘しているというイメージ。どんなピッチャーになっていきますかね。内藤豊選手。セデーニョ選手。鈴木博士選手と、はい。はい。そして、ムクノキ選手。ドラフト1位で、まあ一度育成にはなりましたけれども、すぐに支配下登録また戻ってきて、1軍でも投げましたよね。頑張ってほしい選手。お、なんだこれ。
なんとまあ綺麗なカードで、中川圭太選手、レギュラーカードゴールドパラレルホロー PP みたいな、その感じだと思います。120シリアル金紙だよな、合ってるよな。中川圭太選手も頑張ってほしい、応援している選手です。なんか雰囲気のあるバッターで好きなんですよね。なんかトレジャーといい派手なカードばっかり当たりそうな感じですね。はい、中川選手のシリアル、山崎颯一郎選手、もう一枚中川圭太選手、源選手、東晃平選手、ちょっと無敗記録が止まってからというもの苦しんでる印象もありますけど、期待の先発ですね。はい、無鉄壁です。中川圭太選手と宗選手のコンビ、無敵の中川、鉄壁の宗、まあ、こちらも同い年、同学年なんですよね。はい、そして富山亮賀選手、なんかすごいリリーフの便利屋っていうイメージがあります、この人。ありがたいですよね、本当ブルペン支える存在ってなってますよね。曽谷選手、河内選手、宮城選手、若月選手、ルーキー権田選手、そして源選手。はい、続きまして大里選手、池田龍馬選手、フリーランテ森友哉選手、吉田晃生選手、山崎颯一郎選手に本田仁美選手、あ、宇田川選手、宇田川選手もね、背番号変わってセットアッパー定着するかと思った年だったんですが、まあ苦しんでますね、コンディションやっぱりね、キープするのも難しいんだなと思います。好きな選手なので頑張ってほしいです。はい、続きましては堀柊那選手、ルーキーのキャッチャー、井口選手、ブロッサム、これ初めて出るインスタートですね。山崎颯一郎選手のルーキーイヤーの写真、そして現在の写真と、花開いたという感じですかね。そんなインスタート、ドラフト6位でしたね。オリックスは下位でも、あの今年もそうですけど、いいピッチャー取りますよね、ほんとね。はい、山岡選手のフェイバリット5、前選手、はい、東晃平選手に、もう一枚これですね、山岡選手。はい、はい、そして宗選手、宗選手もスタメン外れることがちょっと多くなってきましたね。頑張ってほしいんですが、なんかまたギラギラだな、またなんかギラギラ系のインサートやってきました。こちらは宮城選手のブロッサム、まだ5年目とはいえ、宮城選手やっぱりルーキーイヤー若々しいですね。はい、こちらはシリアルです、150、まあ、上位ではやっぱりこういうエースになれる存在を取ってますよね。ということで宮城選手のインサートシリアルでした。斉藤京介選手、山橋選手、大城選手、若月選手に宮城選手のフェイバリット5。はい、さあ残り3パックになりました。シリアルはこんな枚数だと思いますが、何かね面白いカード出るでしょうか。出てますね、ラオフク、杉本選手と福田周平選手、体のサイズも性格も全く違う、まあでもね、やっぱり外野をこう盛り上げてほしい存在ですよね。ブルーブラッド、ムクノキ選手、期待の若手枠のインサートなんでしょうね、これね。はい、福田周平選手、杉沢龍選手、この人も楽しみですよ、2年目、山足選手、小木田選手、森選手とそっくりの小木田選手、あ、先発転向の意欲もあるんだ、面白そうですね、それもね。宮城選手、はい。はい、そして、頓宮選手、この人も今2割ぐらいですよね、あまりスタメンにも見なくなっちゃいましたよね。まあ去年の活躍素晴らしかったですからね、もう一度ね取り戻してほしいですね。はい、吉田晃生選手、曽谷選手、はい、野口智也選手、阿部翔太選手に中川圭太選手、無鉄壁。はい、それではこれが最後の1パック。さらに鬼たちの絆、守り神、比嘉選手と平野選手もベテランのお二人、いいですね。あ、これあれかな、バリエーションじゃないかな、開けてみますか。はい、おー、そうちゃん、これレギュラーカードのバリエーションです。中日とかもやってますよね、最近結構なんかニックネームをユニフォームに入れたりする、そんなね特殊ユニフォームあったりしますけど、山崎颯一郎選手はそうちゃん、まあ、裏はあまり変わらないか。はい、こんな面白いカードも出てくれました。
太田亮選手、宮城選手、杉澤選手、小木田選手に山岡選手ということで、はい、じゃあまあそうちゃんもこっち呼んできて、このトレジャーですね、まあ、サインがなくてもやっぱりこういうカードで喜びたい、久しぶりのトレジャー、誰がいいかな。トレジャーってでもまあ主力選手ばかりだと思うので誰が出てもとは思います。上から見ます。はい、久しぶりのこのギラギラ感、今日は派手なカードばかりでした。トレジャーで出てくれたのは、なるほど、こちらの頓宮選手のトレジャーでした。さあ、古い iPhone のカメラでもなんとかお届けしたいこの派手さなんですけれども、金の箔ホログラム、そして昨年の首位打者の豪快なスイング、いいカードですね。こちらが25シリアル、25-17ということで、個人的には本当これはこれで感もある頓宮選手のトレジャー当たってくれましたというところで、今回のオリックスの BBM チームリミ開封以上です。まあなんかこうすごいね、こう見るとこういうね派手なギラギラのカードたちのチームリミ、まあこれもある意味 BBM のカードの楽しみでもありますし、華やかでとてもいいのではないでしょうか。まあオリックスもね、やっぱり怪我人とか不調の選手が多かったり、ちょっとホークスがズバ抜けていたりもして4連覇厳しい状況ですが、まあでもね、上位争い、クライマックスシリーズ争いはこうしたたかに戦っていくと思います。中島ジック、中島監督のここからの采配にも注目ですね。ということで、楽しい動画お届けできるように頑張りますので、ぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。はい、という動画だったんですが、すいません。17パックしか開けてませんでした。気づかれましたかね？気づいた方はすごい、すごい、出世できると思います。はい。失礼しました。ブルーとベル出てくれてます。後ろはチェックリスト、ハリセンタイムの可愛いカードです。ブリランテ中川選手に、横山誠也選手、広岡選手、高島泰斗選手に、足立選手、比嘉選手というベテランたちも出てたんですけど、開けさびれてました。失礼しました。気をつけます。ということで、改めて、また今度。